パトさん、私ヒーで一番思い出すのが、はい、FA で相談に来たことあったよ、ありましたね、なあ、はい、あれが強烈にね、はい、残ってるわ。あの今日甲子園の今はないけどつみれという鍋屋、はいはい、よく行きましたね、はい、あそこでよーゆっくり話したじゃないかよ、はい、あそこまでは4番檜山やったやろ。そうですね、はい、なんであの時ヤクルトともう一つどこ 2球団ぐらい来とったんとかの、いや話僕の耳に入ったのは1つですね。ヤクルトだけやったのか。僕は中日さんがちょっと話があって、中日やったのか、はい、ああそこそこ、はい、これでどんなもんですかねと、まあ、頭はもう腹も決まっとったのに一時わしに聞いとったやないかい、はいはいはい、あれはもう絶対正解やった、はい、動いてしまったらよ、せっかくあれあの時点で現役何年やった、何年目やった、もう11、12年はやってますね、うん、はい、で FA 点取って、はいはい、あれで動いとってみ、はい、そりゃ中日行ったら即レギュラーで使ってくれたかもしれんけど、はいはい、果たしてな、そっからあの代打の記録をねどん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 作っていったあの姿はないですね、ないか分からへんやん、はい、プレッションマークやん、いやいや、でもやっぱり僕の中ではやっぱりなかったなって、もう断言できますね、うん、で誰もが味わっ、まあ、本当に経験したこと、まあ、あるでしょうけども、その本当にこう苦しんでそこからレギュラー取って4番になって優勝も経験して、うん、それも選手会長でってなって、うん、でやっぱりそこでこう一花二花咲かせて一気にポンって終わるのが、ね、うん、やっぱり普通の流れなんですよ。そこからもう一度代打っていう、あの野球人生ね、うんうん、もうまた別世界じゃないですか。今まで看板で檜山進次郎を張っとった、はい、男が補欠になるんやろ、はい、そうですね、補欠の心がわからんかったら、はい、あの代打は務まらへん、あわしは唯一言ったのはそれだけやんけ、はい、でもやっぱりわかりますね、うん、あのベンチに座ってて、うん、いろんなレギュラー陣がね、うん、あのいい結果出した時はまあほっとけばいいですけども、悪い結果の時に帰ってくるそのベンチのね、うん、あの雰囲気とか、うん、そこからのこう態度とかもね、うん、見たりとかして、こいつはどうなのかなとかね、いっぱいこう、うん、あとはその時のチームの雰囲気とか全部やっぱり空気読めるんで、はい、それがベテランがやるべき仕事じゃない、はい、自分のヒット1本ホームラン1本大事、はい、これも必要なんだけど、ベテランになってきたあのお前の立場になった時は一番の仕事はそこや、あ、はい、だから檜山進次郎が一段二段とあれ上がっていったんやで、あですね、なんか人の悩みっていうか、うんうん、なんか心境がすごくこう、うん、読めるようにというかね、なんかそういうふうになりましたし、うんうん、でまた読もうというなんかそういうような努力もできる、あの自然とね、だから後輩連中見てたら、はい、あこの子って今何で悩んどるんかなって見えてくるやん、そうですね、うん、あります、だから自分が数少ない一打席が神さんの方から来るわけよ、はい、はい、お前には一本お立ちをやりましょうっていうような感じで、あれだけの一本一本の積み重ねが新たな檜山進次郎を作ったんやろ、はい、あれ紛れもなくお前の力なんだけど、その後ろにはそれこそお前ら神様神様言われとったよ、はい、あの神様が後押し全部してくれとって、うん、わしはだからお前はあの残留の一番しんどい決断を下したわけやから、はい、あそこから絶対これは新たな檜山進次郎を作れるなと思った、うん、よくあの加藤さんおっしゃってましたもんね、うん、悩んだ時は楽な方を選ぶんじゃなくて一番しんどい、ね、うん、あのところを選べってね、うん、はい、だからあの時も答えは出とるけど、はい、もうそれをもっと後ろから蹴飛ばさなあかんなと思ったんよ、はい、だからあれやろね、首脳陣に常に腹をとにくり返っとったやろ、ありますよ、
だろ、はい、僕一回前見さんが監督の時に、うん、ランナーがいない時は代打いらないですって言いました。言った、はい、言いました。加藤さんがね、お前あんなとこで代打お前断れとか言ってたじゃないですか。で、それもちょっとあったんで、うん、で監督と話する機会があって、うん、でやっぱり前見監督もやっぱり経験者なんで、でそれを話したら俺もそうやったってこう分かった分かったっていう形でもうすぐ受け入れていただいて、でもやっぱファンの人たちはね、試合出る僕を見たいっていうのはあるんですけど、顔見せ興行も確かにプロだから必要、はい、だけど切り札は顔見せのそんな中に入ったらあかん、はい、一本のヒットがどれだけ重いかいうことをやっぱり、うん、そうですね、自分の中で悔しさはもう来るのか来るのかちゅう、はい、でまたやっぱり打席に入る心境は全く違いますよね。違うやろ、はい、やっぱり1点2点を争うところの代打と、なんかランナーもなしのこんなところで、うん、まあ監督首脳陣はやっぱりずっと試合から遠ざかってるから、やっぱり実戦に入った方がいいだろうっていうのでこう気を使っていただいて檜山行けってなってますけど、やっぱそれは練習っていうかの時に補おうと思ったらやっぱり結構補える部分もあったりとか、一球勝負の、ね、バッティング練習とかもできたりするんですけど、うん、気持ちのその面の部分では、うん、そのまあ、どうでもいいって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、あまりこう緊迫してない場面で代打行くと、うん、それに慣れちゃう自分がいて、いざという時にだからそこで、はい、ランナーおらないいない関係ない時にヒット出るやろ、はいはい、そうすると打率下がらへんやん、はい、とその時に3割や4割の数字見てみ、はい、いざ言う時に役に立たへん、はい、そありますね、やろ、はい、ほんと打てなくたって、あまだ3割8分ぐらい残るかなとかよ、勝手な考えするやろ、はい、あれはある限りはもうここ一番では無理、はい、だからそう思って、だから断る勇気というものが絶対必要やね、勝ちたかったら監督勝ちたいんやからわしを使うなよ、ああわしを使うのはここという時しか使うな、いうぐらい、うん、もう腹積もりをして、その代わりに出た時には絶対打つんやと、はい、わしのヒッポンは打点付きじゃないとヒットじゃないというぐらいのな、うん、それはもう思ったやろ、思いましたね、やっぱり練習の仕方がどん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 変わってくるんで、あくまでももう試合のあの1打席のためにってなるんで、バッティング練習でも僕の前に八木さんがされたのはもうバッティング練習しますって言ったら、もうそれこそだいぶピッチャーまでこう前に立って1球目からバントもせずにカーンって打つっていう、僕はどうしてあんなことしてたんだろうって、タイミングも取れないのにっていうふうに僕は思ってたんですけど、いざ代打になってなかなか結果も出ないという時に八木さんの真似をして、もうね、練習でもそんな距離のないところで打てるわけない、うん、でもそれを打つためにはどうすればいいかってなった時に、タイミングも取れないところで代打っていくじゃないですか、うん、でそれを自分の中で練習の時からもう窮地に追いやって、うん、でいきなりお願いしますってやってたんだなっていうふうに思うと、うん、もうバッティング練習がね、もう一球でいいんですよね、うん、だからそんなもんね、はい、練習雨降ったら、はい、要はわしらの時首脳陣が川バッティング練習どうすんねんって、あわしも終わってます、もう風呂入って帰りなさいってよう帰っとって、あそんなん普通のレギュラーと同じようなことしとったらもう絶対だ、はい、追い込んでいかないと、そうですね、うん、しんどいですよね、なんか、うん、まあレギュラー陣はね、うん、ちょっとバントしてちょっと軽く、うん、反対方向塗って最後にちょっとブリッと振るんですけど、代打、うん、ってそんなことじゃなくて、もう1球目からいかに全開でなんで、バッティングお願いしますって1球集中してちょっと待ってなっていうとこう、うん、バッターボックスも自分のちゃんと足肩を固めて、よし来いみたいな感じで1球カーンって言ったら、ありがとうございましたっていう、うん、だからその1球で汗出る、出ます、はい、せやなかったら、だからもう4分5分のバッティング練習がしんどいですね、そうやろ、はい、だからやっぱり集中力ほどほんまにこの体がしんどい、うん、まあ一番しんどいのは精神面やけど、はい、だからピンチヒッターって1回行っただけで帰ってきただけでベンチ座っとるもの汗がバーッと出てくるやんけ、疲れもどっと出ますしね、うん、はい、だからそういうふうなことが分からないとなかなかここ一番でのヒットって出えへんやんけ、はいはい、あでも代打でそれでもやっぱりネクストで用意してるじゃないですか、うん、でなるとバッターボックスもうその前に打席立ってるバッターが、うん、例えばもうヒットタイムリー打ってもう、うん、
僕たちの出番がない時あるんですよ、うん、ああもういいよいいよいいよお前じゃないわっていう時とか、あとゲッツー打っちゃってもうチェンジになりました、はい、あれなくなったなって、うん、あの助け入ってないのにネクストサークルに行ってるだけのあの疲れもありますよね、うん、だから気持ちがぐーっと盛り上がっとってストーンやろ、はいはい、それあの気持ちの持ち方はどうやったらいいんだろうってずっと思ってました。なんかだけどねあの時に、はい、だってノーアウト1、2塁そういう時に前のバッターがゲッツー打つやんか、はい、だから2アウトあランナー1塁でもいいやん、はい、そしたらランナーなしになるやん、はい、それでも生かされた時あったんちゃうかなかったか。あそれもありますやっぱり当然。いやもうなんやねんと、はい、もう気抜けた、はい、もうそれこそ泡の出んようなビルと一緒やねん、はい、あんなんやったらもうとにかく何考えとんねんって思えへん、はい、もう打席に入るんですけど、うん、声がかからんかなと思ってます。ひやまひやまもういいよいいよっていうのを待ってます。それをなもう川見世工業はしばらく空いとるけどさ出ろや、はい、これ間違い、はい、ね、残留してからが本間もののそうですそうですな、はい、あの代々一本の道に行ったんだよな、はい、そうですね、はい、うん、そうかそうか、うん、うん、だけど大正解やったやろあれは。ですね、うん、あんな別の野球人生があると思わなかったですよ。だから言ったやろあの時に、はい、でもとんでもないプレッシャーですね今思えば。レギュラーの時はまあ一回失敗しても次があるでもその日のうちにですけど、代打っていつ来るかわからない時に行って、うんうん、結果出せば別にもうね何時間もオーラーでいいですけど、はい、そこで失敗した時には次取り返す時はいつ来るかわからない。球場のあの目が、はい、矢のように突き刺さってくれよ。そうですよね。ゲッツーでも打って一塁から帰ってこう。いやもうね、ありますね。あとはもう抑えてたピッチャーがね、やっぱりもう打線が活躍できずにこう、うん、交代せざるを得ないっていう時に代打、うん、もうお前そのまま続投でいけよとかね。もうよく僕もメッセンジャーとノーミニはよく謝りました。もう2人が高騰してて打線が手に入らない、うん、唯一のチャンスで代打檜山って言って。真面目すぎる言うたやないか打ったら自分のもの、そうですね、はい、打てんかったら監督のせい、はい、そういうぐらいに思わなかったら代打はやれんって言うたやないか、はい、結局代打を何年やった。おそらく本当のってなったら、うん、7年ぐらいやってる。7年やったか、はい、だから長いですよね。長いわな、はい、うん、7年は立派やぞ、はい、で結局最終何年やトータル2013年までなんで、にで野球人生は22年間ですね、うん、44歳までお前な、はい、え早やめてたよかったね。やめとってみろ、はい、どうすんねん、はい、全然違うやろがですね。22年って、はい、今どん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 こうして40過ぎてやる人間多くなってきとるかね、はい、胸張れるやろうが。そうですね。あんなもんも4番であのまま自利品でシーズン終わっとって、あの野球人生終わっとってみ、うん、全く違いますね。お前子供に対してどんな顔できる今、はい、胸張れるやろうが。張れますね。やっとですよ、あのでもやめて、うん、それまではね代打、やっぱり子供生まれてからもうその時は代打だったんで、うん、やっぱりテレビとか見てても難しい仕事じゃないですか、うん、そしたら結果っていうのは大体打てない時の方が多いじゃないですか、うんうん、子供がモノマネするんですよ、うん、で他の選手の時はカーンホームランとか言うんですよ、うん、素振りをしながら代打檜山って言ってずっと素振りするんですけどカーンって言わないんですよ三振ってこう返ってくるそれがもう親としてはやもうそこはあかんなと思ってあそう打ってるとこちょっと見せたいなっていうなんかインパクトがやっぱそっちの方が強かったんですよね。その時いくつや子供さんは。まだ幼稚園ぐらいですね。やっぱりちょっとやんちゃになっててっていうところだったんで、でもやっぱりまたパパあかんかったなとか、なんか帰ってきたりとかすると言ったりとかするんで、はい、横田慎太郎ますます元気です。チャンネル登録よろしくお願いします。